西暦突如世界に姿を現し、ガンダムによる武力介入を宣言した施設武装組織ソレスタルビーイング。そして圧倒的な世界の軍事力に対してわずか4機のガンダムで作戦を遂行する彼らを裏側からサポートする下部組織もまた密かに。その名をフェレシュテ。彼らの任務はソレスタルビーイングの後方支援にとどまらず、紛争地域の事前調査から残敵掃討など多岐に及ぶ。そのため同組織には全世代の開発用ガンダム4機に加え、動力源となる太陽炉1機の所有が許可されていた。そしてそれらの機体に登録されたパイロットフォン・スパーク。その性格はどこまでも己の目的のために動く独善的な気質で、幼くしてテロリストとなり数々の戦場を渡り歩いてきた異色のガンダムマイスターである。ソレスタルビーイングの武力介入により少しずつ変化していく世界、その裏に決して歴史に知られることのないもう一人のガンダムマイスターの物語が今動き出す。イオリア・シュヘンベルグが数百年かけて準備したソレスタルビーイング、そして機動兵器ガンダム。私は若い時組織にスカウトされ、ガンダムの開発に携わった。ガンダムの開発を終えた私は、組織の中心であるコンピューターソレスタルビーイングをサポートする組織フェレシテを作った。フェレシテの目的は一つ、ソレスタルビーイングの活動をサポートすること。そのフェレシテの管理官シャル・アクスティカ。
それが今の私。俺様に付き合ってもらおうか！ガンダムプルトーネ！ミッションを始めるぜ！
一人逃がすわけにはいかねえ。のガンダムか。その声聞いたことがあるぜ。なんだと？お前サーシェスだな。
何者だ。まさかこんなところで会うとはな。